ジョルジョ・ラピーラは、イタリアの大学教授、政治家、フィレンツェ市長。ラピーラは、シチリア島、ラグーザ県のポッツァロで生まれ、1914年、シラクサのおじの家に移り同居する。1925年、敬験なカトリック信者であった、彼は、ドミニコ会第三会員となり、1926年、フィレンツェ大学法律学部を卒業、同大学ローマ法学教員となる。 以後、フィレンツェがラピーラの生活、活動の拠点となる。1928年、カトリックシント団体、オータル・キリストの在族不協会を創立、彼は製品、従順、締結の請願を立てた。その頃、家族、親族から結婚の話が持ちかけられてきたが彼は耐えられがたいことだと言って断った。後に彼は、 神との締結を破るなら、死んだ方がマシだと述べている。1934年、友人と組不老者や家族のない貧民に奉仕し,し、共に、ミサに預かり福音宣教に生きる集会を結成し、拠点場所である教会にちなみ、聖武老頃の共同体と呼ばれた。この共同体は、一般の事前団体とは一線を画し、キリスト教の精神に則っ,って活動した。 1939年、カトリック系雑誌、ビータ・クリスティアーナの付属本として、プリンチ・イーピを発行し、台頭してきたファシズムを通列に批判した。やがてファシズムの怒りを買い1940年に、プリンチ・イーピは廃刊させられ、1943年、調査を受けらピーラは、ローマに逃亡したが彼は、社会的に阻害された市民を見捨てることなく彼らを、助け続けた。 ファシズム政権は崩壊しラピーラは、フィレンツェに戻り、1945年、政治の要点を出版した。その内容によると、ルソー、ヘーゲル、マルクスの世界観を分析し、信仰をもって批判している。1946年、憲法制定議会委員に、選出、1948年、アルチーデデがスペリ内閣に入閣し、労働省次官に就任。 政治家としての活動を始める。しかし、雇用問題に対し異議を唱え労働省時間を辞職した。1951年、フィレンツェ市長に当選し姿勢を取り仕切った。特に戦争被災者や最も貧困に苦しむ人々を助ける政策を打ち出し、実行した。私生活では自分が援助する乾燥修道院に祈りを依頼する文通を始めた。 1953年、ピニオーネ事件が発生し、ラピーラは、エンリコマッケイの助けを得て、不当に解雇された労働者を失業から救った。しかし、教会側は、彼の活動に対して冷たい視線を向けたが彼は、厭わなかった。ラピーラは平和に向けての活動に取り組み、1954年、ジュネーブの赤十字国際会議で、核兵器廃絶を訴え、 1955年から1956年にかけて世界各国の主張を招聘死都市を破壊から守るように訴え、エジプトのナセル大統領をはじめアラブ諸国の主張との会見を開いた。1957年、モロッコ、1959年、モスクワに訪問し平和に取り組むよう呼びかけ、1964年に勃発したベトナム戦争の終結をホーチミンに、 訴えた。その努力は、ミノリベトナム戦争が終結したのは1975年であった。その後、東ヨーロッパ、中東、南アメリカ諸国を、周り平和への呼びかけと対話を欠かさなかった。また、若者らとの交流も、積極的にした。1977年11月5日、死去。1986年、フィレンツェ大死教シルバーのピオバレッリによって、 列腹調査が開始された。ありがとうございます。